はいどうも、いつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それでね、今日から初めて見ていただいてる方本当にありがとうございます。おっちゃんはね、もうゆるくガレージライフを楽しんでる動画とか、あとまあ車、趣味の車ね、この86ちゃんであったりサニトラちゃん、あとバイク、ゼファーとか CB400 フォアとかモンキーちゃんね、その動画をね、それをもう磨いたり、あとカスタムしたり、レストアしたり、まあそういう風な動画をね、毎日ゆるくアップしてます。それでね、今日は何をするかといったらね、サニトラちゃん、今日はねサニトラちゃん行きます。サニトラちゃんで何をするかといったらね、私まあ以前から見ていただいている方はご存知かと思うんですけど、月に一度ね、国道バイパス55号のね、清掃活動してるんですよ。これちゃんとね、おまわりさんの許可も得て、道路使用許可も得て、それでね、月に一度ね、清掃活動をやってます。それでそのね、今日が清掃活動の日なんでね、今からね、サニトラちゃん乗ってね、歩道にね、草が生えてた、俺はチャ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 ってやってね、でサニトラちゃんに、乗っけて、帰ってこようと思ってます。まあそのようなね、私のまあ活動のゆるい動画なんですけどね、もしよかったら最後までお付き合いください。では行ってきます。今ね、ちょっとね、皆さんがね、来るまでにちょっと下見を兼ねて、走っていってるのと、それとね、ガソリンが全くないんでね、ちょっとスタンドね、最近ね、この辺りのスタンド日曜日休みでね、行けるかなちょっとわからんんですけどね、とりあえずスタンド行きます。開いててよかったです。それでね、ここのスタッフの方がね、コペン売ったんですかとかね、声をかけていただきました。私の YouTube をね、見ていただいている方でした。本当にありがとうございます。では、今から帰っていきます。はい、それでね、やっぱりね、このね、キャブサウンド、もう何とも言えないね、気持ちがいいです。それでね、乗り心地がいいかって言ったらね、もう今の車に比べたらめっちゃ悪いんですけどね、乗ってる感がね、めちゃくちゃ楽しくてね、このサニトラ乗ってます。それでね、このね、私のボランティアの方にね、来てくれてると思うんでね、合流して、ボランティアをやっていきたいと思います。
い、ちょっと飛ばしてね、目的地着きました。ここのね、今日はこの草をねちょっと刈り取ってからね帰っていこうと思ってます。それでね、このね、本当にね、私のこのボランティアはね、がっつりするっていうんでなしにね、もうできる人間ができる範囲で、楽しく体を動かすっていうような感じで、まあボランティアっていうか、まあ自分たちの健康管理でやってるようなもんでね、それでまあこのバイパスが綺麗になればいいかなという、もう本当にね、軽い気持ち、それで私のこのコンセプトはね、毎回参加すると言ったらね、これストレスになっちゃうんでね、休む勇気、休んだ方の方が偉い、ボランティアはできる人間、暇な時だけやるっていうのが私のコンセプトで、本当にね、このボランティアはもう本当に休む勇気、休んだ方が偉いっていうのをね、十何年間ずっと言い続けてね、おっとこのねボランティア、息子が通りかかってね、息子がね、やっぱり横通ってて素通りはできないんでしょうね、車を止めてね、今年、初めて、ボランティアに参加してます。そんな感じでね、もう遊びもボランティアも何もかも一緒というような最近感じでね、楽しくガレージライフを過ごしてます。まあそんな感じでね、だいぶ綺麗になってきたんでね、もうあとちょっとして袋詰めしてね帰っていきたいと思います。はい、そしてね、このね動画が気になる方はね、マイアナンで検索してみてください。そしたらね、過去の私たちのこの活動をねずーっとホームページの方に、入れてます。それでマイアナンはね、何千箇所もね、私の近所のこういったところにはこういった花が咲きますよとかね、そういう情報もね何千箇所も入れてますのでね、もしよかったらマイアナンで検索してみてください。はい、最後はね、いつもの記念撮影で決まり。はい、それでね、帰ってきました。今日もね、月に一度のバイパスの清掃活動を無事終えることができました。本当に ありがとうございます。まあこんな感じでね、私はもう本当にね、ゆるーく長ーく続けると、もう単発でね、大人数でバーッと綺麗にするんでなしにね、もう日頃からね、ゆるく長くね、やりたいと思ってね、本当に、まあ私のね、このボランティアのコンセプトとしましてはね、休む勇気、ボランティアの日に休む勇気を皆さん持ってくださいと、それで、休む方が偉いと、作業はできる方ができる時にすればいいっていうのが、これ私のコンセプトなんですよ。それで、休む勇気、私のこのボランティアに参加していただいてる方にみんなに言ってるんですよ。例えばこれ日曜日でしょ、日曜日だったらね、どうしても遊びに行く用事とか、なんか普段仕事しててできない用事ができるとか、やっぱり日曜日って皆さん忙しいと思うんですよ。やっぱり家庭のね、家庭持たれてる方はやっぱり家族サービスとかいろいろあると思うんですよ。そのからね、もう毎回来るなと、休む勇気を持ってね、ボランティアをやってくださいというのがね、私のコンセプトの、もう本当にね、信念っていうか、そういう風な形でね、やってきました。それでね、このゆるい形でね、初めてやってきたのでね、これもう十何年続けられたと思います。それでね、今日はね、動画最後まで視聴いただき本当にありがとうございます。まあこのような動画ですけどね、もしよかったらグッドボタンやってください。このグッドボタンがね、もう私にとってすごいね、特効薬お薬になるので、グッドボタンお願いします。それでね、もし、何かございましたら、コメント欄に、記載していただいて、チャンネル登録していただいて、また明日の動画でお会いできるのはめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、私のゆるい動画でした。さようなら。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おっす。